はい、では今からカラーの方に移らせていただきます。で今回、モデルさんちょっとさっき、まあ、好きな色とかしてみたいカラーあるかちょっとお伺いしたんですけど、まあ、色味のこだわりはなくて、明るさは残したいっていうことだったので、まあ、最終的には、ベージュ系のカラーにしようかなとは思ってるんですけど、で前回今切ったんで表面だけ残ってるんですけど、前回バレーヤージュにしたみたいで、その理由がその来店周期 4,5 ヶ月間持ちますっていうのを見てバレーヤージュにしたみたいなんですけど、やっぱり毎月染めれないっていうのと、まあ、その中でもショートヘアと、カラーで、2ヶ月から3ヶ月持ってなお周りからも褒められて、自分で鏡見た時もあ可愛いなみたいって思えるようなカラーにしていきたいんですけど、でさっき見させてもらったんですけど、カメラじゃちょっと分かりづらいかもなんですけど、ちらほら中めくったら数本お白髪が少しちょっと映るか分かんないんですけど、ちょっと見えて、それを改善カバーできるのがハイライトだと思ってて、あとでハイライト入れながら説明するんですけど、まあ、今回僕がするハイライトは、まあ、マンツーマンで営業してるわけじゃないんで、まあ、今日アシスタントの、シング一世と言います、よろしくお願いします、を一緒に、まあ、メインでついてくれてるんですけど、カットしてる間にまだ新卒で、入社5ヶ月ぐらいなんですけど、その子でも完璧に入れられる。でショートカットなんでやっぱ毛量コントロールとか質感コントロールもあるんで、そこも踏まえた上で、ハイライト配置決めていくので、まあ、そこも簡単だしデザイン性もあるし、時間もかからない。だいたい、ハイライトとバッサリカットでも、2時間から2時間半ぐらいで、そして誰がしても同じ仕上がりになる、技術になってるんで、ハイライト入れながらポイントで説明させていただくの で今日は明るめのベージュ系 で変になんかモデルさんの肌も白くて綺麗なんで、結構あるあるなのがハイライトとかくすみすぎたりちょっとマットに降りすぎちゃったりしてちょっと血色悪くなるっていうのがあるんで、そこはならないようにおしゃれで長持ちして周りからも褒められる美しいヘアカラーしようと思ってるのでよろしくお願いします。ではハイライトを早速入れていきたいと思います。でハイライトは、サイドの方が枚数がちょっとトータル多くなるんでサイドから入れていきます。で今日はあんまり白髪がめっちゃ白髪ぼかしいって感じではないんですけど、白髪ぼかす場合は顔周りはちょっと前に薄くスライス取ってちょっとあの前上がりに入れていくのもいいかなと思うんですけど、今日はどっちかというとショートカットに合うハイライトをちょっと入れようかなと思うんで、でモデルさんもみあげあんまり深くないんですけど、もみあげが深い場合はこの三角を取ってここにハイライト入れます。でも今日は、もみあげが深くないんで耳上1センチから平行にやや前上がりで大丈夫です。でここなんですけど、まだベースカットして今から質感入れていくんですけど、ここもちょっとレイヤーが入ったりこのショートカットの毛束感ができるとこなんで、間が髪の毛が抜けてくるので少し3ミリぐらいのチップで間隔少し開けます。で3本ぐらいですね。でこの時に細かくあの細めに入れすぎると質感調整していた時にハイライトがなくなってくるんで、でハイライトはなるべく根元ギリギリから、特に白髪がもし多い方の場合はしっかり入れてあげないと配色してきた時にハイライトが入ってないとこうハイライトってなっちゃうんで、なるべく根元から入れます。で塗布量はここが一番多めで、でホイールからはみ出さないように気をつけてください。でだいたいサイドが5枚から頭の大きさとか骨格にもよるんですけど5枚ぐらいで、でここもストロークが入る場所なんで3ミリチップで、でここが太く入れすぎちゃうと薄く見えちゃうんで少しずらして3ミリずつチップで少し間隔空けて上は4本ぐらいです。でしっかり根元から入れます。
でこの時に根元付近にしっかり溜めて塗布量を乗っけないとリフトしないんで、ここは意識してください。で今回ブリーチはオキシは 4.5% でいってるんで、それは毛先の若干ダメージがあるのと、髪の毛があんまり太くないので 6% でいくよりも 4.5% でもリフト十分すると思ったんで、あまりダメージさせないっていうのもポイントかなと思います。でここはこの部分なんですけど、意外とあのすきばさみ、あんまりすきばさみは使わないんですけど、こうストロークとかでレザーで間引いていったりしたらなくなって根元だけ残るんで、ちょっと開けても大丈夫です。少し上からここの間はもうほぼなくなるっていうか馴染んでくるんで、入れすぎちゃうと根元だけ残るので、気持ちスライス太めで大丈夫です。で鉢植えから少し細めにしていきます。で白髪が多い方はもうナノラインで間隔狭めでいくんですけど、今日はあんまり白髪がなくて、どっちかというとおしゃれな持ちがいいハイライトを提供したいんで、間隔少し開けるけど細めに多めに、で上から1ミリ、細くして2ミリぐらいで入れて、間隔を少し狭めると、トップバームつけた時に鉢植えの毛って毛流れだったり、あの髪が動く場所になるんで、立体感残しつつハイライトのデザインも出せるんで、細めに多めにって感じです。でこれを上を太く入れすぎちゃうと、結局退職した時にギャルみたいになって、周りからなんか昔っぽいねとか言われたりして、結局もうハイライトしてくれなくなったり、なんか僕が失敗したってことになるん でそこまでがっつりハイライト出ないぐらいでも大丈夫です。出しすぎちゃうと多分失脚すると思うんで、よく僕のお客様で他店でハイライト入れてる方が多いんですけど、だいたい太くて昔のちょっと前のコントラストハイライトみたいなハイライトのになってる方が多いんですけど、結局それ持ちが悪くてカットした時に根元だけ太いの残ってってなっちゃうんで、ここは細めです。でここバレイヤージュのちょっと名残なんですけど、ここは塗らなくてもいいです。でこの時に毛先つかないように一回折って、毛先につかない状態でホイールを挟みます。これするのとしないで全然違うんで、これしないと結局ドライしてる時に表面めっちゃ傷んじゃったなってなって、なんかしない方が良かったなって思ったらその瞬間にもう失脚しちゃうんで。で白髪ぼかしの時は表面はカバーリングいらないんですけど、今回ちょっとそこまで白髪ぼかしって感じじゃないんで、少し1ミリぐらいカバーリング取ります。でこれ取らないと結局根元が伸びてきたのも目立っちゃうし、入りすぎてる感じがあるんで、表面の1個下に細めに入れます。でスライスは1センチぐらいで、チップは細めですね。で真ん中中間から毛はすくって大丈夫です。で上は見てもらったら分かるんですけど、取ったら中間の毛がこう出てくるんですよ。このまま入れちゃうと綺麗なナノライン出ないんで、ここでドライヤーでこの中間の毛をちょっと落としてあげるんですよ。表面だけ、表面鉢植え、まあそのもう人によるんですけど、落としてあげてハイライト入れてあげます。この一手間あるだけで、意外とこれやってる美容師さん、なんか白髪ぼかしとかでもそうなんですけど、やってる美容師さん少なくて、これやるだけでお客様はあしっかりやってくれてるっていうのもあるし、退職した時に綺麗にラインが出るんで、そこはしてあげてもいいかなと思います。ちょっと忙しい営業とかなっちゃうとこういうのなんか省きたくなるんですけど、ここは、まあ、目先の営業ってよりかはお客様の将来を見て優しさでちょっと時間かけてあげたらなと思います。
で、これで右サイド終わりです。で、こっちがライトサイドになるんで、4枚ぐらいでもいけそうです。ここはストロークやハイレイヤーがこれから入ってくるかもとこなんで、3ミリでちょっと間隔空けてハイライトが残りやすいように。で、こういうのもお客様になんか説明しながらしてあげると、なんかハイライト入れてる無の時間ってなんかホイールの音うるさいし結構楽しくないんで、あ、なんかいろいろ考えてくれてんだなって思うんで、それだけでもプラスです。で、こっちライトサイドなんで、こっち多分入れすぎるとこっちだけハイライト感ギャンギャン出て右物足りないってことになるんで、ちゃんと毛量の確認入れるときにしてあげたらいいかなと。で、根元からで、このファイバープレックスのブリーチは最初リフトがゆっくりなんで、丁寧に入れても最初に入れたとこが上がりすぎるっていうのがないんで、営業中は絶対これなんですけど、でエイジング毛とかにもめちゃめちゃ合うブリーチかなと思います。このくらいです。上はちょっと細いです。で、だいたい今ちょっと説明しながらなんですけど、営業中だと全頭10分ぐらいで入れて20分から25分放置して、その間に他のお客様のベースカットとドライカットの仕上げをするっていう流れが大体そうなんですけど、でカット行かないといけないときは全く同じ入れ方でアシスタントに入れてもらうと仕事の効率も上がるかなと思うんで、準備とかはしっかりしてあげるといいかもです。で、こっちの方が多分ライトサイドっていうのもあってパイ上げ少ないんですけど、やっぱ一手間ここは大事なんで、わかりますかね、この飛んでる感じ、これを入れないだけで全然仕上がり変わります。避けてあげて残った長い髪だけ入れてあげる。で、毛先バレイヤージュの名残あるんで、ここは少し外して、ショートヘアって言ってもトップは長さ残るんで、こういう少しのケアをしてあげるだけで仕上がり変わるんで、そこは絶対してあげたらいいかな。で、前髪は入れるんですけど、ここは入れなくていいです。ここ入れちゃうとこっちのハイライトとここ重なってここにブッドエスできちゃうんで、そうすると退色した時にギャルっぽくなって絶対もうハイライトしてくれなくなるんで。で、特にここって白髪が今後増えてきたり、まあ、現状多いお客様が多いので、この一番アウトラインに、で、ここは一番下に入れてあげるのがおすすめです。中間に入れると前髪が薄く見えすぎちゃったりするんで、ここは一番下にもうほんと1ミリぐらいで入れてあげて、で、白髪がないお客様も前髪ある方は入れます。前髪のちょっと軽さだったり質感が柔らかくなるんで、そういう意味で今日は入れてます。で、白髪がある方は白髪ぼかしで、こう前髪入れるときも絶対3回折って目にかからないように絶対避けてあげてください。これ結構鬱陶しいんで、今雑誌とかタブレットで多分見てるお客さんも多いんですけど、これもないだけで快適さ増すんで。で、今回はちょっとデザインも込めたいんで2段入れます。でもめっちゃ細く入れます。もう入ってるか入ってないぐらいでいいです。
でここは、まあ、言ったら前髪のカバーリングなんですけど、まあ、ここもともとブリーチがちょっと残ってるのと、ショートヘアって顔周りをちょっと後ろに流すんで、ここに溜まるんで、カットでもそうなんですけど、ここに溜まっちゃうんで、ここは少しもう入れずに、前髪のハイライトと表面のハイライトでちょっと動かしてみせるイメージでいいかなと思います。で、後ろの方が枚数少ないんですけど、後ろのミドルはもうほぼ入れないです。ここってストロークも入るし、毛量多い方はここはちょっとすきばさみが入るとこなんで、でもストロークは多分入ると思うんで、質感調整です。その時なくなってまた根元太いとこだけ残っちゃうんで、こういうお客様はここはでもハイライトのデザインがあっても、あの動きも出るし軽さも出て色も透明感上がるんで、表面は入れちゃっていいかなと思います。でここもつむじ周りは絶対もう落ちる位置で、結構やりがちなのが寄せて取っちゃうんですけど、そうすると落ちる位置じゃないんで、表面はもう落ちる位置で自然に放射状にコーミングして自然に拾っていってください。で細めでいいです。こんな感じ で表面だけドライヤーで落とします。でバックは自分じゃ見えないとこなんですけど、結構友達とか、まあ、家帰った時にあのなんかめっちゃ後ろハイライト太いねとか結構言われたりするみたいなんで、それでなんかハイライト入れ直しに来てくれたお客様とかも、他店のお直しとかもよくするんで、ここは本当に繊細にいってほしいとこです。で毛先は少し外していいです。でここも絶対必要ないとこには絶対つけないでいいんで、傷んじゃうんで。なんでハイライト入れないときにちょっといつもよりいいトリートメントの提案だったり、ホームケアの提案は絶対してあげた方が、結局やっぱ家帰って扱っててダメージしてたらなんか痛まされたってなっちゃうんで、まあ、でも僕らが付きっきりで家に入れるわけじゃないんで、そこは絶対伝えた方が、なんか家でそのホームケアするのも結局楽しいんで、髪が綺麗になっていったら、でそう髪が綺麗になっていったら僕が言うことに説得力も出てくるんで、そこは長い目でその場の売り上げとかじゃなくて、シンプルにお客様のこと考えてハイライトだったりトリートメントだったりを提案して一緒に綺麗に可愛くできたら、多分お客さんもまた来てくれるんで、営業中はそのハイライトもそうなんですけど、そういうとこも意識してお客様に伝えて施術させてもらってます。でバックの、そうですね、あんまりちょっとデザイン性も上げたいんで、本当はもうこのくらいでも全然いいんですけど、もう一段入れます。今日ちょっとこの辺赤みも強いんで、でちょっと長さのあるショートボブなんで、もう一段入れてもかなりおしゃれに仕上がると思うんで、でバックはもうネープとか入れないんで、ネープと表面の明るさの陰影がシルエットをきれいに見せる、全部カットカラーだけとかじゃなくてカットと組み合わせなんで、そこも全部考慮してハイライト入れてあげたらいいかなと思います。でチップは後ろはもう2ミリチップのナノラインでいいです。間隔も空けすぎなくていいです。でサイドと絶対つながらないようにです。ぶっとくなっちゃうんで、そこは見ながら自分で絶対端まで入れたのか端落としたのかっていうのをちゃんと考えながら入れてあげないと、サイドとバックの毛がつながって分厚くなっちゃうんで。
で明るめでいくんですけど、ハイライト綺麗に入れてたら、あの対しその時は今回はコントラストじゃないんで割と色が馴染んでくるんですけど、色が抜けた時に根元が暗い毛が生えてきて、そのままハイライト、そして毛先の明るさが残るんで、勝手にちょっとバレエアージュっぽくなります。でショートヘアは分け目もそんながっつりつけずになんで、根元伸びても意外と気にならないです。でここの部分めっちゃ大事なんですけど、僕もそうなんですけど絶対ここの毛残してカットするんですけど、でここはハイライト欲しいです。こう耳かけた時とかにここにハイライトあったらめちゃめちゃおしゃれなんで、でなんでここは絶対入れたいんで、アウトラインです。ここは生え際に沿ってスライス1センチぐらいでいいです。でネープまでは入れなくていいんですけど、この耳後ろのここは落ちてきた時に入れたいんで、でもここも後からストロークやったり毛先の質感くるんで、ちょっと間隔空け目で、でも細めです。3ミリを3本ぐらいで、意外と耳後ろとかも白髪気になってる方多いです。ネープだったりで、基本そんな白髪のパーセントが 50% 超えないとほぼ白髪染め使わないです。白髪染めってやっぱちょっとやっぱおしゃれ染めより少し負担かかってたり、白髪染めで染めると根元が伸びてきた時にくっきり分かれちゃうんで、白髪があるとこと染まってるとこが、なるべく白髪染めを使わずにちょっと美しいヘアにするには、こうハイライトの提案だったりとかは絶対してあげた方がお客様のためかなって。やっぱ忙しい女性が多いん でここもそうなんですけど、なるべく根元絶対ここ妥協しないようにする。これ1センチ下から入れると1ヶ月持ち悪くなっちゃうんで、ここもリピートにつながる大事なところになると思います。そこまで考えてあげてる美容師さんって意外と少なくて、結局その思いってやっぱお客様に伝わってそれがリピートになると思うんで、そういうこだわりはなんか時間に追われたりしてそこ妥協しちゃうとお客さんも気づくし、こういう些細なこだわりは、まあ、お客様に伝えながら分かってもらいながらすると施術のクオリティも上がるし、お客様の綺麗具合もさらに増すんで、そこはしっかり美容師ならこだわってしてもらえたら嬉しいです。でここもなるべく根元付近かな。であと1枚ですね。でこれを営業中はだいたい10分から15分ぐらいで入れて20分置いてオンからして、でカットは時間かかんないんで、早くて2時間時間かかって2時間半でアシスタントと一緒にできる技術と思うんで、ぜひやってみてください。でこれでハイライト入れ終わりなんですけど、ここ入れてないんで、ここが影になってここと上で動きが出たりする場所なんで、でここ今からまたストローク入ったりする場所で、ここが閉まって見えるんで暗いと横から見た時に、まあ、そこもシルエットも色でも見せるしカットでも見せるってことで、ショートヘアと白髪ぼかしの、まあ、白髪ぼかしじゃなくても、まあ、シンプルにデザインとして可愛いかなと思うんで、この状態で20分から25分放置して、で、赤みが強かったり、白髪染めの残留が強い方は絶対 6% で、でいろんなブリーチ試したんですけど、リフト力高いやつだと痛むっていうのと、帰ってきた時に髪の毛のハイライトの部分が枝毛っぽくなってたりするんで、まあ、そこはオキシの選定は慎重に、まあ、ブリーチだから 6% で
とかではなく紙質を見てするといいかなと思います。はい、ではちょっとチェックしていきたいなと思います。でチェックするときはもう表面一回全部見ます。ちょっともう少し置きたいなって、この辺が少し多分前回のカラーバレイヤージしてるんで、おそらく根元ちょっと暗めので染めてるんで、ここが少し赤み残りやすくなってるんで、ここはもう少し置きます。多分全体的にそうですね、若干根元付近が少しオレンジ味あるんで、そこがあと5分ほどで少し上がると思うんで、そのタイミングで流します。で流すときは、まあ、頭皮あんまり傷つけたくないんで、まあ、シャンプーは少し軽めにして、それした後に、ファイバープレックスのボンドフィクサーを、オンカラー前にしっかり髪の毛全体に揉み込んで、まあ、2分ほど放置するんですけど、これつけるだけで全然仕上がり変わるんで、ブリーチってやっぱ間でオンカラーする前に絶対処理剤は必要になってくるんで、指通りだったり、まあ、それこそ、リターンした時の枝毛とかも全然違ってくるんで、そこは絶対アシスタントの子に、これは絶対つけて毎回つけてもらってオンカラーに入ります。今シャンプーが終わって、今から色を入れていきます。今日はちょっとベージュ系に染めていくんで、で営業中もなるべく塗布の時間とかも抑えたいし、でも仕上がりは綺麗に、で誰が塗っても、アシスタントが塗っても僕が塗っても、塗るスピードが5分早くても遅くても仕上がりが綺麗に染まるような剪定で、体色も綺麗になるように今日は、染めていこうかなと思います。でハイライトも今、ちょっとウェットの状態なんで分かりづらいかもしれないんですけど、ちょっとライトサイドのこっちの方が分かりやすいかもですけど、この辺かけた時にここにちょっとデザインが来るように、ここを後でストロークで抜いていく感じですね。で表面はもう繊細に細く入れてるんで、でドライしたら少し太くなるんで、濡れてる状態はこのくらいもうあるかないかぐらいで大丈夫です。で今から色入れたら少し、全体的に明るめに染めるんで、馴染んで染めたては馴染んでくるんですけど、退色してきた時に、いい感じに筋感が出て、で仕上がりの色も透明感や立体感が出るように染めていこうかなと思っております。あんまりくすませたくなかったんで、剪定が今日は、このボンドカラーので、今日使うのがこのベージュと、ライラックを3対1で、でオキシちょっと迷ったんですけど、まあ、ちょっとダメージ網 があるのと、中間に少し残留があって、この根元がリフトしすぎるとここだけ暗く見えちゃいそうだったんで、ベージュの10トーンとライラックの10トーンを3パーで少し根元塗布量を多めにして染めていこうかなと思うんですけど、でめっちゃ迷ったのが、グレーとアッシュちょっと入れようかなって、結構これ美容師さんあるあると思うんですけど、この2つちょっと入れてグレージュ寄りにさせてもいいかなと思ったんですけど、ボンドカラーのいいとこって、このベージュにも少しグレー味マット味が少しあるんで、めっちゃシンプルに今回考えて、でそのライラックにも少しピンクバイオレットみたいな、色味になってるんで、そこは複雑に考えずに、ベージュに入ってるグレー味とライラックに入ってるピンクバイオレットで少し、ハイライトくすみすぎないようにと、ところどころある白髪も少し、まあ、ブラウンの補色の代わりみたいな感じなんですけど、で染めていけたらなと思います。で見てもらったらこの辺結構、ハイライトが入ってない方とかはいいと思うんですけど、意外と多分グレーいい意味で綺麗になりすぎちゃうっていうのがあって、結構お客様の髪質、切る前毛先見たらちょっとマット寄りに退色してたっていうのもあるんで、そこも考えて今回はシンプルにベージュとライラックで、でハイライトも少し黄色み飛ばして、それがライラックがだけでできるんで、複雑に考えずに今日はシンプルに
その2つを使って染めていけたらなと思います。で、お白髪が多いお客さんにはこっちのグレーシェードっていうのを使うんですけど、でしっかり染めたい方は根元これだけでいいです。ベージュ、もうファッションカラー並みに綺麗になります。でそれでワンタッチでいくと毛先沈んだりちょっとダメージっていうか暗くなっちゃうのは嫌なんで、まあ、もしこっち使う場合は毛先だけこっちの色味で、ツヤを出す感じで染めてるんですけど、ボンドカラーのいいとこはやっぱ難しく考えずに少ない、カラー剤の種類でいけるとこかなと思うんで、まあシンプルに考えていけば使いやすいかなと思うんで、白髪が少し 20%30% の方は少し混ぜるのもおすすめですね。ブラウン味がめっちゃ強いわけではないんで、あのファッションカラーに混ぜても仕上がりが白髪染めっぽくならないんで、でも白髪結構気になるなって方は少しこの剪定に対して、例えば今日だったらベージュの10に、ライラックが3対1なんですけど、それに 20% ぐらいこっち入れてあげれば根元の白髪も綺麗に馴染んでくれるんで、そういう使い方もできるので、でブリーチのファイバープレックスのブリーチにもかなり相性がいいので、今日はそれで染めていこうかなと思います。では塗っていきます。でオンカラーはもうワンカップでいくんですけど、 3% でいってるんで根元から少し溜めながらいっていいです。で溜めてその薬を毛先に伸ばしていくイメージで、でお白髪がある方は顔周りが多いんで先に顔周りから塗ります。でブロッキングは僕は、バックサイドサイドの3パネルで塗ってるんで、で僕が自分でお客さんで行った時になんかこのスライス取る時のこのテールが当たるのがすごい嫌で、その回数減らしたくてなんか3パネルになったんですけど、あと早いですね。で根元から塗っていって、で剪定が今回は変にアッシュとかじゃないんで沈まないんで、一気に毛先まで塗れる範囲塗って大丈夫です。でこの塗布時間っていうのもお客さんは長かったらストレスになるんで、手の動かすスピードはゆっくりだけどすぐ塗り終わるみたいな塗り方を心がけてます。でサイドもいけるとこまでいっちゃいます。毛先がお顔周りに垂れるのが嫌なんで前髪はちょっと分けて塗ります。でこのくらい溜めていいです。結構なんか根元溜めすぎたら飛ぶじゃんみたいなあるんですけど、薬剤の設定しっかりしとけば飛ばないんで、そこは髪質見極める力がいるんで、まあ、カラーモデルなりなんなり先輩に聞くなりしてオキシ剪定を勉強してください。でこんな感じで割とゆっくりめに塗ってはいるんですけど、意外と気づいたらすぐ塗り終わります。で営業だとだいたいオンカラーは3分から5分ぐらいで塗り終わります。でどっちかというとなんか何回もチェックする人いるんですけど、何回もチェックするとコーミングの回数増えて髪の毛痛むし、お客様もストレスになるんで、早く塗り終わって放置時間に入ったらリラックスして過ごしていただけるんで、そこは無駄のない塗布でなるべく早く丁寧に心がけてます。こんな感じで結構根元溜めてるんですけど、あで染みる方とかを結構多いんで、そういう方は溜めないです。でその代わりちょっと少しオキシの剪定 4% とかにして、薄付けでも根元が上がるように選んだりは考えてます。でそこ聞くだけでいきなり塗られるのと染みないかとか聞くだけでも全然考えてくれてるなとかあるんで、そこは聞いてあげるのも優しさかなと思います。でここまで根元ある程度塗ったら、また前髪まで塗って戻ったらすぐ毛先一気に伸ばしちゃいます。で僕的にはもう毛先全部つけた時点でもう放置タイム入ってると思うんで、長くて20分ぐらいですかね。で一回毛先に全部つけます。でコーミングも優しく、でまた根元に乗せながら毛先塗る感じです。これが一番早いです。何回もガシガシされるとやっぱ雑に思われちゃったりするんで、なんか早いと雑ってよく昔なんかアシスタントの頃早かったんで
雑って言われたんですけど、僕からしたらなんか丁寧かもしれないですけど、何回もチェックして時間かけて塗る方が逆になんか効率も悪いしストレスになるのになと思ってたんで、ここは絶対早い方がいいと思うんで、塗布スピードは速く、でも手を動かすのはゆっくりで意識してもらえたら塗布が上手くなるかなと思います。染みないですか？で表面は結構アシスタントの子に塗ってもらうときは表面スライス絶対薄くして塗ってって言うんですけど、結構この辺塗り残しあったらなんかドライ終わってドライカットするときなえるんで、なんか一手間すけどアシスタントの子にも細かく指示出して、やっぱ仕上がり僕と一緒の仕上がりにしたいんで、そこは徹底させてます。顔周りの塗布だったりもみ上げ、この辺もよく塗り残しとかあるんで、しっかりてかめっちゃ塗りやすいです。これめっちゃ塗りやすい。こうしっかりハケ使ってしっかり塗っていくで、根元塗って毛先塗ったら根元チェックしながら毛先チェックするって感じです。で塗布量薄いところにまた根元溜めて、その溜めたお薬を毛先に伸ばしていく感じです。ショートなんでこういう塗り方できるかなと。で顔周りはまあリフトしやすいんでそんな溜めすぎなくてもいいんですけど、そこもコントロールできたらさらに仕上がりクオリティ上がるんで、考えながら塗ってくれたら。こんな感じでなんか根元をチェックしながらしてたら気づいたらもう毛先濡れてるんで、でバックチェックするときは、まあ、横スラで行ったんで若干バイアスにしてチェックすると根元濡れてないとこすぐ出てくるんで、ここも一気に。ネープとかはもう根元チェックしてたらもう毛先まで行ってるんで、なんか根元毛先っていう感じじゃなくて、でなんか塗布量とかもアシスタントに根元薄付けしてとか、なんかここ塗布量多めでとか言っても結局うまく伝わらなかったり、結構人によってなんか塗布量の差が出たりするんで、塗布量も多くても若干少なくても染まり一緒みたいな選定で行くのがおすすめです。仕上がり変わりたくないんで、そこ でこんな感じで終わりです。で結構溜めちゃっていいです。で根元チェックしながら毛先塗る。で毛先塗ったらで絶対早い方がリピートするんで、なんかホットペッパーとか、まあ、予約サイトに終了時間約3時間って書いてるから、まあ、お客さんも3時間ぐらい見てくれてるんですけど、なんか30分早く終わったら次の予定までに、ね、ネイル行く前にご飯食べたり、まあ、ちょっとカフェでコーヒー飲んだりできるんで、やっぱ今からの時代そういう時間与えてあげるだけでもお客様ってファンになってくれたり、待ってる時間ってかなり苦痛なんで、もうあとカットするだけなのにずっと待ってるみたいな、もうその時点でもう終わりと思った方がいいんで、僕は絶対待たせないようにしたいから、もう塗布にもこだわるし、けど急いでる風には絶対見せないんで、どんだけ忙しくてもこの手の動きは絶対変わらないです。もうそれも日によって施術のクオリティ変えたら確実に失脚するんで、で僕が今一番福岡で、福岡のワンブルームでリピート率が今高いんですけど、そういうとこをこだわってやってるから、やっぱ数字にも出てきたかなと思うんで、まあ、これってもう技術とかじゃないんで、まあ、気遣いとかそういうとこってもう明日から誰でもできるんで、まあ、せっかく来てくれたお客さんそこで失脚させるのもったいないなと思うんで、まあ、スピードと気遣いは絶対、塗布中もですね、もう充電ある、携帯の充電あるのかなとかそういうの考えながらやると多分またもう優しい人って思うんで、僕のこと優しいんですけど、
なんでそこは誰でもできるんでやってみてください。でここから15分から20分置いて、もういい感じに発色してるんで、このハイライトのとこくすまないように、でちょっと黄色みもうすでに取れてきてるんですけど、まあ、イメージはハイライトとハイライトが入ってない部分の間ぐらいのを狙ってるんですけど、するとどっちも綺麗に発色するんで、めちゃめちゃ綺麗になると思います。では今からチェックをしてシャンプーします。で根元をまず見ますね。一回この辺がまず根元の一番根元しっかり上がってるか、でここ上がってないと白髪あるお客様はしっかり上がってないとボケないんで、そこもちゃんと見て、で中間の上がり具合です。でそんなトーンキープぐらいなんで上がってはないと思うんですけど、しっかり色味が入ってる大丈夫そうっすね。であとはハイライトと中間の色味で、若干おそらくあのライラックがピンク味あるんで、ハイライトが少しピンクがかかると思うんですけど、こんな感じです。これシャンプーで流れていい感じになるんで、そこは気にしなくて大丈夫です。でベース暗く見えるんですけど、乾かしたらいい感じのベージュになると思うんで、見えますかね、ハイライト。こんな感じで若干少しピンク紫みたいにハイライトが発色してるんですけど、これは気にしなくて大丈夫です。程よく入ってるのでシャンプーに行きたいと思います。根元から毛先にかけて毛流れはちゃんと正しいのかとか、根元はこうしっかり立ち上がってるけど毛先はほぐれてないかとかもうちゃんと、まあ、ちょっとセンス感はあるんですけど、で正直正面というよりもうサイドシルエットが大事なんで、僕の中ではもうサイドしっかり決めて、その後正面を決めていく。で先にもうこんだけこだわって作ったらもう先に写真撮っちゃいます。こういうところもパサついてるっていうのを見せないようにちゃんとスタイリング剤をねじってつけて、このねこだわりはマジで大事です。しっかりもう収めていきます。まだ見てないからまだ見てないからね、自分の髪の毛。ありがとうございました。
仕上がりが良すぎるっす。ねえ直樹、完璧だよ。で、取る部分はもう両サイドどっちかって決めて、なんかマスクして決めて、こっちって決めたらもうこっちで取って、あっちはもう無視するっていう、もはやスプレーもさっき振ったけど振らなくてよかったっていうぐらいのぐらい、こっちって決めたらもうそっちを作り込むっていうのが大事ですね。って感じです。はい。でこれでお客様に画像を渡してちゃんと鏡を見せてで終わりになりますね。はい。はい、お疲れ様でした。これで以上の施術が全て終わりましたけど、ちょっと今日鏡なくてやってる時難しかったですが、モデルさん自体が自分がどうなったかまだ分かってないっていう状況なので、ちょっとここで今鏡持っていただいてるのでちょっと見ていただこうと思います。その後にちょっと技術の説明をするんで、まずちょっと見たいからね。ね、じゃあそろそろ見たいよね。これ見てちょっとえみたいな感じじゃなくて短いです。鏡で表情見えない短いね。あとでちょっと画像も見せるんですけど、めちゃくちゃね、すごい、短い短い。でもね、ちょっとボブっぽい要素も入れてるんで、絶対に、あと前髪を今日作ったんで、ちょっとそれが僕の中では一個ポイントかなと思うんですけど、まあ、いきなりねバッサリ切って前髪を作って大変身です。ありがとうございます、わざわざ。で、今日の技術の、まあ、最終的なまとめで言いますと、まあ、僕が切ったカットはまあ、セニング、すきばさみはあまり使わず、まあ、毛量コントロールをしつつ、大人女性、まあ、幅広い年齢層、まあ、最近はちょっと若い方でも僕のこのショートカットを見てきてくれる人も多いんですけど、もう本当に扱いやすく持ちがいい、まあ、ママさんに大人気ショートカット、大人美人ショートですね。この大人美人ショートっていう僕のカットと、まあ、石川のハイライトを、混ぜた、施術になります。石川のそのこだわりで言うと、まあ、カラーと僕カットなんですけど、こだわりをちょっと説明していただいて。こだわりは、やっぱ忙しい営業とかでも時短でできて、アシスタントもできる、すぐ学べばできるけど持ちもよくて、自宅でも、自宅で見ても、他の人から見ても綺麗な髪型、髪色が、続く 2,3 ヶ月続くっていうのを、コンセプトに今日させてもらってるんで、長持ち、ずっと可愛いが続く、可愛いで誰でもできるんで、ぜひそうっすね、やってみていただけたらと思います。はい、まあ、ちょっと最後にスタイリングのポイントとか、まあ、ハイライトを入れてるショートカットの、まあ、美容師さんが見てるチャンネルだと思うんですけど、結構そのハイライトを入れてるショートカットのスタイリングの仕方って、普通のショートカットのスタイリングの仕方と全く違くて、ちょっとそこのポイントも今日最後入れてるので、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、じゃあ直樹、あれ言っとこうか、最後にあれね、しっかりやったんで
動画がちょっとでもいいと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。モデルさんからもお願いしますね。お願いしますぜひ、はい、じゃあその中でありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。